皆さんお待たせ、カレンゲームラボのカレンです。今回は全世界で8000万ダウンロードの超人気タイトル、 AFK シリーズの新作となる旅するファンタジア RPG AFK ジャーニーの紹介。紹介する内容はこちらの6点。1つ目は AFK ジャーニーの概要、2つ目没入感の高いストーリー、3つ目ストレスフリーな育成要素、4つ目テンポの良いバトルについて、5つ目遊びの要素満載のエンドコンテンツ、6つ目ウィッシュリストで好きなキャラを獲得可能。以上6点となります。動画後半にはリリース後使えるギフトコードを紹介しますので、ぜひ最後までご覧くださいませ。チャンネル登録をお済みでない方はぜひこの機会にチャンネル登録高評価ポチッとお願いします。それでは曇りなき眼で見てまいりましょう。まず本タイトルの概要から。タイトル名は AFK ジャーニー、リリース日は2024年8月8日、ジャンルは旅するファンタジア RPG、 開発はリリスゲームス、プラットフォームは Apple Store、 Google Play、 Windows ということで、本作は全世界8000万ダウンロードを記録した、現在絶賛サービス提供中の AFK アリーナの世界観を踏襲した新作 RPG で、ソウルクラッシュや AFK アリーナの開発スタッフが携わっているタイトル。没入感の高いストーリー、オープンフィールドで展開される王道的な RPG 要素に加え、ストレスの少ない育成要素、さらに豊富なエンドコンテンツとなってます。楽しいところを集中的に遊べるような設計になっているのが特徴的。ざっくりここまでが本タイトルの概要で、これらを踏まえて各要素を見ていきたいと思います。まずストーリーパートについて。ストーリーは没入感の高い内容となっていて、主人公である偉大なる魔術師マーリンが、自分が魔術師ということは分かっているものの、それ以外の記憶や魔術師としての力というものが突然失われ、自分の記憶と力を取り戻すために使い魔であるハムスターと共に旅に出るんですが、ひょんなことから旅先で魔力に汚染された地域を浄化するも、この汚染が各地域で発生しているという事実を知り、偉大なる魔術師マーリンが解決していくといった内容。次どうなるのとか、ちょいちょい伏線が用意されていたりとか、結構しっかりとした構成で作り込まれているストーリーとなってます。ストーリーの合間によくあるお使いクエスト的なものがなく、テンポよくストーリーが進み、読み応えもあってのめり込める内容になってます。このテンポを良くしている一つとしては、戦力が敵よりも上回っているとエンカウントせずに倒せるというのも、ストーリー展開のテンポを良くしている要因と考えます。個人的にこの一撃で敵を粉砕できるのがちょっと爽快感もあって気持ちいいんですよね。連続で倒せるとさらに気持ちよさが倍増します。それ以外にストーリーを進める目的としては資源の回収で、フィールド上に落ちている宝箱を回収することでガチャチケットや育成素材の入手、さらに装備の入手ができたりします。没入感の高いストーリーなので、飽きずにストーリーを楽しみながらゲームを進められるので、結構な数育成要素が手に入ります。あと探索要素も兼ね備えていて、フィールド上でちょっとした謎解きなんかもあって、探索も十分楽しめる内容です。またメインのストーリークエスト以外にサブクエストが用意されているので、ストーリーパートだけで結構なボリュームがあり、楽しめる内容となってます。ここまでがストーリーパートについて。続いてはストレスフリーな育成要素。本タイトルの主な育成は大きく4つ。キャラのレベルアップ、限界突破、武器のレベルアップ、そして重要となってくるのが AFK ランクとなります。育成に関する手間がほぼなく、共鳴ホールと呼ばれるシステムにより、レベル上位5人のうち一番低いキャラのレベルが他のキャラクターのレベルに共有される仕組みとなってます。さらにこの5名のレベル差は最大10までとなっているので、1キャラを極端にレベルアップさせることができない仕様。例えば一番高いレベルが20で一番低いレベルが10の場合、レベル20のキャラはそれ以上上げることができない仕組みです。そのため5キャラをバランスよくレベル上げしていくといった感じとなります。またキャラの最大レベルは240までとなっていて、それ以上は共鳴パルスと呼ばれる強化方法でレベル1ずつレベル上限を解放していく仕様。キャラクターを入れ替えて使用する場面も多いので、こういった育成要素は結構嬉しいですよね。特にロギインボーナスで全英雄の入手ができたり、様々な報酬を合わせると450回分のガチャが回せるので、キャラも相当数手に入るため、全キャラ育成しなくて良いのは本当助かりますね。
次は限界突破について。限界突破を行うことでレアリティが上がり、素材はガチャで同一キャラを引くかショップで購入可能。装備については共有システムが採用されていて、同じ職種のキャラは装備が共有される仕組み。そのためキャラごと装備を揃えることや個別のレベルアップの必要がなく、例えばアタッカーの装備を最新のものにすればアタッカー全員がその装備を装着している状態となります。レベルを上げればアタッカー全員が同じレベルの装備となります。手間が減って結構お手軽ですよね。ただ英雄ランクがミシックプラスになることでモチーフ武器の装備が可能となり、もしかしたらモチーフ武器に関してはキャラごとの装備育成が必要になるかもしれないです。さすがにミシックプラスまでランクを上げることができなかったので、ここについてはあくまでも憶測となります。ご了承くださいませ。そして本作の育成要素として最重要となるのが AFK ランク。簡単に言ってしまうとユーザーランク的なもので、 AFK ステージをクリアすることでランクを上げることができます。で、ランクを上げることで何ができるのかというと、ストーリーパートのルート解放であったり、各種エンドコンテンツの解放、さらに放置要素の報酬が豪華になったりと、 AFK ランクを上げないとストーリーを進めることができなくなったり、エンドコンテンツの素材入手ができなかったり、放置報酬が低いままだったりと、ゲーム進行に大きな影響が出てきてしまいます。なのでこの AFK ランクは常に限界まで上げておくと効率よくゲームを進めることができます。オート進行が可能なので寝る直前に AFK ステージを進めておくと良いかと思います。起きたらランクががっつり上がってたりするので、ちょっと起きるのが楽しみになります。ここまでが本タイトルにおける育成要素について。続いては本タイトル魅力の一つ、バトルについて。バトルは5名編成によるオートバトルで、スキルは手動で発動もできます。キャラクターごと役割があるため、配置次第で有利にも不利にもなります。これがかなり重要な部分で、勝てない時は配置を変えることで勝てたりします。基本的には前衛はタンクで敵のヘイトを集め、アタッカーはタンクの後ろから攻撃しやすい位置に配置、さらに支援型であれば最後方からの遠距離攻撃やバフをかけたりというのが基本。しっかりとした RPG 要素となってます。キャラの中には敵の懐に一気に飛び込めるアサシンという職種もあるので、トリッキーな編成にすることで新しい戦術を持った戦いもできたりします。バトルをよりスムーズに進めるためには、まとまって配置すると敵の範囲攻撃の餌食になるので、間隔を空けて配置するのが良いですね。あと有利属性での編成を心がけること。このゲーム属性がよくある火、水、風、光、闇といったものではなく、各キャラ所属する陣営によって有利不利が決まります。また同じ陣営のキャラを配置すればするほど同陣営のバフの効果がアップしていく仕組みなので、極力同じ陣営で編成すると良いです。1戦闘がだいたい30秒くらいで終わるので、なんか戦闘長いなといった感じはしないですね。はい、ここまでがバトルの概要について。続いては豊富なエンドコンテンツについて。本タイトルのエンドコンテンツは分かる範囲で7つ。簡単に概要を紹介すると、 AFK ステージは放置要素と AFK ランクを上げるためのコンテンツ。 AFK ランクが上がることでエンドコンテンツの解放やストーリールートの解放、さらに放置報酬が豪華になるなど、ゲームを遊ぶ上で欠かせないコンテンツ。次は幻影の城。毎日切り替わるボス戦を楽しむことができて、ボスに与えたダメージによって報酬内容に変化があります。次はアリーナ。 PVP コンテンツで自分と同等レベルのプレイヤーとバトルが可能。相手の防衛編成パーティーを倒したら勝利となります。続いては天宮の試練。4つの塔からなる日替わり塔派型試練で、決められた陣営を使って塔を踏破するコンテンツ。次はサバン遠兵。指定された期間内にギルドメンバーと共に専用ステージを攻略するコンテンツ。続いては異変の迷宮。ローグライク要素のあるステージ踏破型コンテンツ。15層からなるステージをクリアすることで次の難易度へ挑戦可能。次はグローリーマッチ。PVP コンテンツで自分の育成したキャラとは別に、このコンテンツ用に与えられたキャラクターを利用し、完全に平等に対戦ができるコンテンツ。対戦前後に専用ショップでキャラや装備を手に入れてバトルに参加、急勝したら勝利となります。平等なマッチなので結構やりがいがあって、キャラの特性をしっかりと熟知しつつ、どれだけ相手よりも有利な状態を作れる編成にするかがポイント。個人的には攻撃速度アップの強化バフや手数を増やす召喚が結構有利に戦えるかなと感じました。以上が現状わかるエンドコンテンツの概要です。
次はみんな大好きガチャについて。ガチャは4種類、ピックアップ、au ガチャ、エピックガチャ、星占いがあって、どのガチャもキャラ選択式で、ピックアップガチャではピックアップ以外の SSR キャラの排出はなく、 SR に関してはウィッシュリストに加えたキャラの中から排出されます。 au ガチャはウィッシュリスト形式で、欲しいキャラをリストに加えることでその中から排出される仕様。エピックガチャは5名のエピックキャラを選択し、エピックキャラ確定時に選択した5名の中から1体抽選される仕様。星占いについては、ここでしか手に入らない陣営、カストロフとセレチアルのキャラの中から1体選択して、一定の確率で選択キャラが排出される仕様。ガチャの仕様は大体こんな感じとなっております。以上が AFK ジャーニーの概要となります。最後にプレイしてみた感想ですが、久しぶりの王道ファンタジー RPG でぶっちゃけ面白かったです。わかりやすいストーリーで没入感も高く、すべてにおいてテンポよく進むので、やめ時がわからなくなります。特に育成の手間がほんと少ないので、楽しいところだけを遊べるといった感じ。ダメ出しするとしたら、テレポートを使うほどでもないマップ移動での移動速度が遅いというところですかね。好きなタイミングでダッシュができないので、そのあたりがちょっと気になりました。我慢できなくはないんだけど、好きなようにダッシュができると良いかな。はい、ということで今回は8月8日リリース予定の AFK ジャーニーを紹介してまいりましたが、いかがでしょうか。ストーリーも良く、テンポ良くバトルも進み、育成面でも周回という手間が少なく、面白い部分が凝縮された内容のタイトルとなってます。そして今回なんとギフトコードをいただいておりますので、ぜひこちらのコードをご利用くださいませ。報酬はダイヤ200個とコイン2万枚となります。有効期限は2024年8月8日午前0時から2024年9月30日午前0時までとなっておりますので、ぜひ皆様ダウンロードしていただき、お早めにこちらのコードをご利用くださいませ。概要欄にダウンロードリンク先とギフトコードを記載しておきます。ということで今回の動画は以上となります。チャンネル登録をお済みでない方は、ぜひこの機会にチャンネル登録高評価ポチッとお願いします。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。